こんにちは、こじこじです。今回はちょっと出遅れてしまったんですけども、先日10月27日木曜日にセガから発売されましたメガドライブミニ2、なんとかね購入することができました。先週の土日には店舗ではもう在庫がなくなっているお店かなり多かったですし、ネット上では転売価格になっていました。でもう発売からね5日経っちゃって出遅れてるので、もうねネット上では開封だったり中のねゲームで遊んでる方かなりいらっしゃるので、今回はセガに対するね熱い思い、そこまではいかないんですけども、メガドライブの僕個人の思い出だったりメガドライブミニ2のねソフトのラインナップ、こちらをね踏まえてちょっとねお話ししていきたいと思います。メガドライブですよ、メガドライブミニなんですけども、3年前にねこちら発売されてるみたいで、メガドライブミニの方も買っています。一般の方が想像するメガドライブってこの形状のメガドライブだと思います。今回のメガドライブミニ2はメガドライブ2、こちらのねメガドライブの廉価版のねメガドライブの形形状をしたねモデルとなっています。ソフトに関してはねメガドライブミニが40本プラス未発売の2タイトル、42タイトル収録されているんですけども、今回なんとね60タイトル収録ということでね、値段もちょっと高くなっているんですけども、なんと60タイトル、そして待望のメガ CD のねタイトル収録ということでね、この辺がかなりね嬉しかったりします。メガ CD なんですけども、10年前ぐらいにね一回かなりね格安で入手できる機会があったんですけども、メガドライブって先ほども紹介した通り形状がねメガドライブとメガドライブ2でねかなり違っていて、ジャンクで2980円ぐらいでメガドライブ2用のねメガ CD が売ってたんですけども、まあ、まずまずねメガ CD のソフト数が少ないこと、10年前の当時でもソフトがねあんまりジャンクで流通してなかったこと、そして僕が持ってるメガドライブ、子供の頃買ったものとジャンクで追加でねもう一台買ったものがあるんですけど、両方ともねこのメガドライブの形状でどう頑張ってもね接続できないので、まあ、そのうち手に入るだろうと思ってその時はね買うのをやめたんですけども、10年経って結局ねメガ CD 買ったのかと言われますと買えていないので、その10年前にねジャンクで買っといたらよかったのかなってねちょっとね後悔しているんですけども、なんとね今回のメガドライブミニ2にはメガ CD のねタイトルが収録されています。ちょっとね嬉しいですね。それではねまずね開封したいと思います。まあ開封されてる方たくさんいると思うのでね、詳しくは開封しません。ぐるりと一周こういった感じのパッケージとなっています。収録ソフトなんかが書いてあって、あ、今回印鑑をしてない、レシート取っとかないとまずいですね。はい、上がこういった感じで、下この感じ。このね、メガドライブのね、ロゴが懐かしいですね。懐かしくない人、全く懐かしくないと思うんですけど、このロゴ絶対ね、ソフトにね、書いてありましたね。中身なんですけども、こういった感じでね、かなりコンパクトに収まってます。というかね、ぎゅうぎゅうに詰まってる感じがします。まずは本体。本体超小さい、手のひらサイズですね。おお、こんな感じ。メガドライブ2僕は持ってないのでいいですね。かなりメガドライブ2自身ねコンパクトなんですけども、ミニということでね超ミニですね。かっこいい。これはもう買ってからねもう何日間か開けてないんですけども、もう開けたくてねたまらなかったですね。HDMI ケーブルがついていて、 USB ケーブルはついてるんですけども、残念ながら USB の AC アダプターがついてないということでね、今回の機種、5V 2A 以上のね AC アダプターに対応ということです。でパッドですね、これは前回のものと変わらないセガの6ボタンのパッドですね。メガドライブ前期の頃はね、この下の ABC しかない3ボタンパッドだったんですけども、後期モデルからこのね6ボタンパッドになったんですよね。懐かしいです。ということで中身はこんな感じですね。それではねまず最初に僕とメガドライブのね出会いからお話ししたいと思います。この話異類的な感じなんですけども、メガドライブなんですけども、僕が小学生の頃、もうセガサターンが発売して1年とか2年とか経った頃なのかな、
中古ゲームショップに行ったところ、メガドライブ本体とソフト20本ついて、なんとね5000円という価格で販売してるのをね見つけました。当時本当に小学生だったので、ゲームの新品って誕生日とクリスマス、せいぜい年に2回買ってもらえる機会があるかないかぐらいで、その他ゲーム買いたい時ってお年玉親に、ね、預けてたので、それでね買ってってお願いして買ってもらう感じだったんですけども、なんとソフトが20本ついて5000円ですよ。確か当時ねファイナルファンタジー6の箱なしソフト単体でね3キュッパとかで中古でね売ってた頃だと思います。その頃にソフト50本ついて本体もついてるなんてね、夢のような、もう何でもプレイし放題じゃんみたいな感じでね、あの弟と一緒にね半々で出し合ってね購入したのがメガドライブの思い出です。でその時ついてたソフトなんですけども、結構ねメジャーなタイトルが結構ついてた感じがします。シャイニングフォース 1,2 だったり、まあ、今回ねシャイニングフォース CD 入ってるんですけども、これすごい楽しみですね。シャイニングフォース 1,2 はプレイしてるので、ゲームギアのシャイニングフォース外伝もね本当やりたい感じがするんですけど、とりあえずシャイニングフォース CD かなり楽しみです。そしてファンタシースター2入ってるんですけど、ファンタシースターもねついてましたね。ファンタシースターはなんだっけな、 1,2,3 出てて多分3とかだったと思います。ただ個人的にファンタシースターというと、ファンタシースターオンラインの方がねあのイメージ強いです。ドリームキャスト持ってたのでね、ファンタシースターオンライン発売された時ね、ものすごいあのリアルなグラフィックで、しかもねネットを通じてね実際の人とねゲームができる、なんですかその当時もう未来来たなとね思ったんですけど、今考えるとね普通ですよね。今考えるとスマホでもねオンラインプレイなんて全然できるし、画像もね全然ねリアルだし、ただその当時はすげえリアルだなと思いました。うん、ファンタシースターオンラインも、ファンタシーオンラインでファンタシースターもついてましたね。その他にマジンサーガとか邪神ドラクソス、名前からしてねクソって入ってるよソフトがついてて、まあ20本全部は覚えてないんですけども、まあ、かなりね結構名作ついてたんですけど、残念ながらねあのクリアしたら売って新しい中古ソフトを買うみたいなことをしたので、ほとんどねその当時20本入手したのはね今持ってなかったりします。なのでマジンサーガとか邪神ドラクソス、今結構プレミア価格ついてるので、ね、この辺もしもね過去の自分にね何か伝えられるなら売るなって言いたいですねまあそれがねあのメガドライブと僕の出会いで、メガドライブって結構ね海外では人気あったみたいで、海外のソフトがそのままね日本で売られてる、パッケージもそのまんまみたいなのが売ってて、あの小学校小5秒っていうのかなの僕にとってはね、これが大人だみたいな感じがねしていて、メガドライブのソフトってぶっちゃけねすごく当時安かったんですよ。スーパーファミコンがもうねスーパーファミコン後期だったんですけども、まあスーパーファミコンより全然安くて、ファミコンとむしろ同じぐらいの値段じゃないぐらいな感じでメガドライブのソフト売られていました。メガドライブミニにね入ってるこのロックマンメガワールドですね、ロックマン 1,2,3 がね入ってるロックマンメガワールドなんですけども、当時ね買いました。確か1980円ぐらいでねパッケージついててね買ったと思うんですけども、ファミコン版のロックマンが1本ね普通に980円は剥き出しですよ、ソフト剥き出しで売ってた頃に1,2,3 入って1980円、全然安いじゃんみたいな、そういった感じです。でメガドライブというとね、はい、僕初めてメガドライブでねモータルコンバットをプレイしてね、すごいもうなんかねこれぞ海外これぞ大人みたいなね、さっきも言ったら同じようなことをね感じてるんですけど、はい、初めてモータルコンバットやったのもメガドライブです。で当時はメガドライブとスーパーファミコン両方持っていて、そのままねプレイステーション2ってね買う人が結構多かったと思うんですけども、僕は何を考えたのか、セガサターンドリームキャストと買ってしまってね、セガ信者みたいな感じになってしまいました。実際にセガのゲームって面白いのいっぱいあるんですよ。クレイジータクシーとかファンタシースターオンラインとかね、あの名作揃いなんですけども、どうもね一般受けするソフトが少ない感じもねしなくないと思います。まあそんなね、はい、メガドライブなんですけども、今回個人的に注目しているソフト、遅くなってしまったんですけどお話しします。まずメガ CD ですね、エコーザドルフィンもね結構当時話題でしたね。
シャイニングフォース CD、 先ほどもお話ししたんですけど、めちゃくちゃプレイしたい。ファイナルファイト CD、 これすごくいいですね。ファイナルファイト、スーパーファミコン版でも出てるんですけども、スーパーファミコン版だとプレイアブルキャラクターが2人しか使えなくて、しかも1人プレイでしかプレイできなくて、後の方でね、ファイナルファイトガイみたいのがね出てたんですけども、それもガイが使えるようになっただけで、あとハガーしか使えなくて、結局2人しか選べなくて、で1人プレイしかできないというものだったんですけども、このメガ CD のファイナルファイト CD はなんとね、プレイアブルキャラクター3人で2人同時プレイできたと思います。なのでこれはねすごく楽しみです。あと夢見館物語ですね、もちろんセガサターン持ってたので新設夢見館プレイしているんですけども、メガ CD の前作の夢見館物語プレイできるの、これは楽しみです。そしてセガといったらルナザ・シルバーストーリーですよね。ルナ2、ルナエターナルブルーもなんとね、はい、1、2揃ってプレイできるということでね、サターンでもルナはね、移植版かな発売されていて、当時でもね、声優さんがすげえ豪華だなと思いながらね、こう、買おうか買うまいか迷ってたんですけど、結局 RPG 系は当時は買わなくて、何ですかね、モータルコンバットで格ゲーが好きになってセガサターンを買ったので、 SNK 系のね、格ゲー KOF とか、あとカプコン系も結構移植良かったですね。ヴァンパイアセーバーとかね、あとそうですね、カプコン SNK のね格ゲーをひたすらやっていた感じですね。はい、なので RPG はあまりやらなかったので、このねルナ2作ね遊べるってかなり嬉しかったりします。そしてメガドライブのソフト、新作リメイク国内未発売ソフトの中に2人でぷよぷよさんが入っているんですけども、ぷよぷよさんって確かもうサターンとかプレイステーション、ニンテンドー64でしか発売されていないと思います。なので2人でぷよぷよさんは新作に当たるのかな、それとも移植なのかな、ちょっとねその点微妙なんですけども、メガドライブでぷよぷよさん、これはねかなり夢がありますね。楽しみです。ぷよぷよさんというとね、灼熱のファイヤーダンスですよね。 CM でもね流れてて、サターン版にはなんかライブ映像とか収録されてた気がするんですよ。多分ね普通にサターンで見れたと思うんですけども、はい、灼熱のファイヤーダンス、めっちゃ音痴なのでね、多分ね音程ずれてると思うんですけどもうわ懐かしいですね。そしてスペースハリアー2ですね。スペースハリアー、前回のメガドライブミニも入ってたと思うんですけども、なんか今回も新作リメイクのコーナーに入っています。なんかねネオドムの名前がねネオドームに変わったとかでね、ツイッターで、はい、見ました。これもこれで楽しみです。あとパーティークイズセガ Q2022 ということでね、新作ソフトですね。セガ好きのセガ好きによるセガ好きのためのねクイズソフトという風にね聞いています。通常ラインナップとしては、ハリマダナですね。ハリマダナ。子供の頃確かね、アニメやっていた気がするんですけども、相撲のアニメで、しかも絵柄もね、濃かったので、子供の頃はそう興味なくてね、見てないですね。ハリマダナ。これね、なかなかね、子供の頃読めなくて、ハリマダナとかね、ハリマダラみたいなね。大人になると、ハリマナーだ、入ってたなっていうのが分かります。そしてアニメ系言うと、ドッチ断片入ってますね。ドッチ断片もね、子供の頃ね、アニメでやってました。ただ、1話が結構ひどかったと思うんですよ。ドッチ断片、確か、お父さんが失踪してるとか、死んじゃったとかで、ドッジボールの球をね、墓に向かってバン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 投げつけてるような、ね、やばいやつでね、最終的に1話の終わりで、どっち断平の投げた玉でね、墓がひっくり返って中から、ね、炎の投球が出てくるみたいな、ね、感じのストーリーだったと思うんですけど、あんまりね好きじゃなくて、やっぱり受け付けなくてね、見てなかったです。唯一ね受け付けだったのとか見たのだと、マジカルタルルートくん見てましたね。そして不思議の海のナディア、これ超プレイしたいですね。これは7年前ぐらいかな、 NHK でリマスター版が放送されていたのをね見ました。もう何ですかね、完全にエヴァンゲリオンが出たからナディアを知ってるよみたいな感じのね世代です。ナディア知っててエヴァンゲリオンじゃないですね。これはかなり楽しみですね。あとスー
パーストリートファイター2、これはちょっとやりたいですね。ゴーキ出てくるやつかな、出てこないやつかな。ちょっとねこのねスーパーストリートファイター2、ここちょっとね微妙なんですよね。ニューチャレンジャー、わかんない。ガロー伝説2もねいいですね。あのなんか先日ツイッターでクラウザボスなんですけども、動画がね載ってて見ました。確か先週の鎌倉殿の13人のね最後にねクラウザのテーマソングじゃないんですけども、何でしたっけ、クラシックの、ね、音楽、クラウザーのシーンでも流れてる音楽が流れてね、うわクラウザーと思ったんですけども通じる人にしか通じないっていうね。そしてそしてエイリアンソルジャーですね。なんだっけ、異世界おじさん、はい、漫画でねエイリアンソルジャー取り上げてましたね。ツイートで見ました。なんかツイッターの話しかしてねえみたいな感じなんですけども、で一番ね思い出があるソフトとしてはバーチャレーシングですね。小学校6年生の時にできた友達にメガドライブをね持ってる子がいて、なんとねバーチャレーシングをね貸してもらったんですよ。バーチャレーシング、今思うとねバーチャファイターよりちょっと荒い感じのカクカクのポリゴンでレースができるねソフトなんですけども、当時はね家でこんなリアルなゲームできるのかと思ってねすごいビビりました。まあ、ただバーチャレーシング出た頃ってもうねセガサターン出ててプレイステーションもね発売されてたと思うので、まあ、当時ねキッズでねあんまりソフトね自分の好きなの買えるわけではなかったのでね、バーチャレーシングでもすげえリアルだなと思ったのがはい印象深いです。バーチャレーシングいいですね。これもプレイしたい、超プレイしたい。その他まあレアソフトでいうとチェルノブとかね入ってるのがかなりのレアソフトかな。その他ポピュラスとかねスーパーファミコンで子供の頃ね買ってプレイしたんですけど、全くね意味が分かんなかった、まあ確かにね大人向けのゲームといったらね大人向けのゲームだったので、まあ多分ね全然対象年齢にも届いてないのに、昔はねむき出しでねショーケースに入ってる中古屋さんで買ったので、内容も分かんないままね買ってるってことがね結構あったのでね、ポピュラス当時はできなかったんですけども、今メガドライブでやったらできるのかな、ちょっと楽しみですね。ということでねメガドライブミニ2ですよ。まだ店舗に残ってるところあるのかな、それともさらに量産販売していく形なのかな。とりあえずね今ネットではね転売価格で定価より、3,000〜4,000円ぐらい高くなっちゃってるんですけども、はい、無事ね定価で購入できて、はい、動画も出してすごく楽しみです。はい、どうせならゲームしてねレビューとかしろよとか思われる方いると思うんですけども、まあそのまあね、はい、買って超嬉しい思い出話したよって感じでね今回動画この辺で終わらせていただきます。今回の動画が面白かった、参考には全くならないんですけども、チャンネル登録グッドボタンしていただくと僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回前々回の動画あるんですけども、まだ見ていないよという方いましたらぜひぜひ見ていただけると非常に幸いです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。